あとはね、このトップガイドと2番目のガイドのところが結構ね、途中でかかってる、もうかかってる感じだね。感覚広めてるんだよね。なんだこれ、素手かかってる、かかってる、素手でかかっちゃったんだ。今多分落ちた時に素手でかかったんですね。うわー、でかいのの素手だったんだね、うん、話の途中だったんですけど、これね、トップガイドと2番目のガイドの間だけはちょっとね、感覚広げてあるんですよね。これは狙って広げてるのかな。そうですね、ここ結構当たったりしてた時だった、うん、まあ問題ないんですけど、先はもうあと下完全向いちゃう、向いちゃってるから、まあガイドの役目はまあ役に立ってないっていうか、うん、まあ、結構こういう宝石あるじゃないですか、市販でも、うん、まあ、それと糸を添えてるような感じだもんね。一緒ですね。もうグラスになってからあれだね、釣り方も良くなってきましたね、うん、ですね、うん、ふわっと感は出るね。出ますね、うんうん、まあ今日ぐらいの状況だったらまあそんなに結構釣れてるんで変えなくてもいいぐらいなんですけど、結構微妙な差がやっぱ、うん、こればっかりは本当に変えてみないと分かんないんだよね。ちょっとこっちも変えて、じゃあ今度は反対側の、反対側も同じ、同じチェンジですね。変えてすぐって映ってるけど食わないっていう状況でもパタパタって何匹か釣れるんですよね、うん、まあそれは重り変えてもそうなんですけど、結構飽きてる魚が釣れたりします、ね、ちょっと変えるだけでも変わってくる、うん、まあ続かない場合もあるんですけどね。そうだね、ちょっとふわっと変わってる。トリプルでした。トリプル。ああ、いい穂先だね。なかなか。まあ、カーボンも良かったけど、あ、いい出来だわ、このグラスも。そうだね、合わせミス減るね、これね。面白いな。ですね、うん。面白いな。かかっちゃうんですよ、簡単に、うん、動きの早い時にはカーボンは有効的だなとは思うんだけど、ね、意外と今日みたいな動きちょっととろい時はグラスの方がいいのかな、うん、渋いような、うん、こう丁寧に釣っていくような時はグラスの方がいいかなって。まあ重りで変えるっていう方法もあるんだろうけど、ね、穂先で意外と結構反発とか、うん、反発の違いは大きいですね。柔らかいか、あとは硬いのかっていうところかな、はい、ああ格段にペースが上がったな。今日はグラスの方が合ってるか。案外いいですね、うん、グラスも。いいね、うん、もっと魚のサイズとかも大きかったらまた変わってくるんですけどね、うん、搭載が多いので